はい、皆さんこんにちはこの動画では、Windows 11のシステム要件に非対応の PC に Windows 11をインストールする方法を説明します以前の動画でも解説していますが使用するツール等がアップデートされたため手順が変更になりましたので、更新版を解説しますそれでは早速見ていきましょうまずは、アップグレードする Windows 10の環境を念のため最新にしておきましょう スタートメニューの設定から更新とセキュリティこの Windows アップデートで更新プログラムをチェックして最新のアップデートをインストールしておいてくださいちなみにこの環境はシステムの詳細情報で見ますと Windows 10の 21H1 になっていますで。機能アップデート以外にも、毎月の更新プログラムであるとか、オプションの更新プログラムもありますけれども、先ほどの Windows アップデートで更新をチェックして、できるだけですね、最新の更新は全てインストールしておくことをお勧めしています。で、最新の更新プログラムを当てているとですね、 Windows 11のシステム要件を満たしているかどうかをチェックするツールがあるんですけれども、それがですね、その更新プログラムでインストールされます。でスタートメニューのこの中に PC 正常性チェックというこういったアプリがあります。でこれがまあ自動的にインストールされているんですけれども、これがない場合はですね、まあ、ウェブからダウンロードできます。 でそちらはですね、概要欄の方にリンクも記載しておりますが、こちらの Windows11 の Web ページ、これのですね、ずっと下の方の最後の方にですね、互換性の確認というところで、PC 正常性チェックアプリのダウンロード、ここからダウンロードしてインストールすることができます。 でインストールするとですね、この PC 正常性チェックアプリ、こちらを起動して、で、今この環境がどうなっているかというのをチェックしてみます。はい、そうすると、この PC は現在 Windows 11のシステム要件を満たしていませんということで、TPM2.0 が有効になっていないということと、プロセッサーですね、CPU の世代が古いと。 いうことで、Windows 11でサポートされていない環境ですというふうになっています。ですので、このままではですね、通常 Windows 11にアップグレードできないわけなんですけれども、ここからはですね、まあ、あくまで自己責任にはなるんですけれども、システム要件のチェックをバイパスするツールというのがあります。でそのツールというのは、 こちらのですね GitHub という開発者向けのコミュニティに公開されているツールなんですけれどもこちらのウェブサイトはですね概要欄にリンクを記載しておきましたのでそちらから見ていただければと思いますでこのツールがですねまあいろいろと中身が更新されたりしてやり方が変わったりするわけですけれどもそれによってですね以前の動画のやり方から まあ今回ちょっと変わりました。で以前よりも簡単になっていますので、まあ、そちらのやり方をこの動画ではご紹介していきます。でまずこのページを開いたらこの緑のコードというボタンからダウンロード ZIP これをクリックします。そしてダウンロードされたファイルですね。これのフォルダーを表示してみます。 まあこれはどこにダウンロードしていただいても構いません。で今はダウンロードのフォルダにこの ZIP ファイルが保存されていますけれども、この ZIP ファイルをですね、右クリックして、すべて展開で回答します。はい。で、回答されたフォルダの中、 を見ますとこのようなファイルがありますけれどもこの中の「メディア・クリエーション・ツール」というファイルこれをダブルクリックします。で Windows のスマートスクリーンによってこの PC が保護されましたというような画面出ますけれどもこれは「詳細情報」を押して実行してください。 はい、そうするとえ選択の画面がありますけれどもここでえこの11ですねこれをクリックしますそしてオートアップグレードこれをクリックしますでユーザーアカウント制御によって、ま、管理者権限が必要ですということになるわけですけれどもこれははいを押してくださいそうするとここからですね全部自動で Windows 11のアップグレード終了まで処理されますですのでここからは何もする必要がないわけですね。で時間がかかる部分はこの動画ではですね早回しあるいはかいつまんで編集をさせていただきます。 ここで Windows サーバーのインストール中というふうに書かれていますけれども実際にはですね Windows 11にアップグレードされますので気にせずこれはそのまま進めてくださいはい Windows 11にアップグレードできましたログインしてみます 念のため、バージョンを確認しておきます。Winbar のコマンドで、Windows 11にアップグレードされましたで。一応ですね、Windows 10の時でも確認をしましたけれども、アップグレードされた後も同じですね、PC 正常性チェックアプリを起動します。 で今すす。ぐチェックをしてみま w i n d o w 10からアップグレードしましたけれども同様に w Windows イレ11のシステム要件を満たしていませんがこの PC は w Windows イレ11にアップグレードできましたということになりますで一応ですね自己責任ということでマイクロソフトは非推奨というふうにしているわけですけれども 面積事項があります。最小システム要件を満たしていないデバイスに Windows 11をインストールすると、まあ。Microsoft 自体もこういう記事があるわけですけれども、まあ、ここの記事に書いてある内容ではですね、うまくいかない場合もあります。ですので、今回この動画でご紹介したツールですと、まあ、ほぼ自動でですね、Windows 11にアップグレードできたわけですけれども、 ここに記載されていることですね。まあ、システム要件を満たしていないとサポートされないということと Windows アップデートでの更新プログラムを受け取る資格がなくなりますというふうに書いてあるんですね。で Windows11 の更新プログラム自体は提供されるんですけれども、まあ、万が一受け取れなくても文句は言えませんよということになるわけですね。でで、すが、まあ、ここまで 私が試している限りでは、このシステム要件を満たしていない環境で Windows 11にアップグレードしてもですね、まあ、一応 Windows アップデートでの各種更新プログラムは受け取れてインストールすることができています。まあ、今後将来的にどのようになるかというのは何とも言えませんけれども、まあ、一応今のところ使えているということです。はい。 今回は Windows11 のシステム要件に非対応の PC にアップグレードする方法について更新情報を解説しました。いかがでしたでしょうかこのチャンネルでは IT やデジタル関連、パソコンなどの活用情報や最新情報を発信してきますので、よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。